丈夫、すぐ帰ってくるからね。帰ってくるね。うん、離れ離れじゃないよ、シロンと離れ離れなんて思ってる。大丈夫だよ。ほら、リミちょっとコロン、リミコロン、コロンが一人ぼっちだ。コロン抱っこしてあげて。コロンが、じゃあ行ってくるね。大丈夫だと思うけど。うん、ではね、バイバイ。ピンポンするんだ。うん、ワンちゃんの場合だとちょっとね、なんか弱いこともあるので、はい、一般的な義理でも血が混じることは別によくあるんです。同居のワンちゃんとか猫ちゃんもいらっしゃいますから、はい、もう一匹、その子は義理はしていない。はい、なので基本的にはこの大腸炎という腸の炎症ですよね。で、原因はまあバイ菌の感染か、はい、食べ物か、はい、いわゆるストレス、疲れって言われていますので、急に、まあ、天気が変わってきたりとかって季節の変わり目なので、はい、そういうのも影響しているのかもしれないですよね。なので念のためちょっと懸命しています。なので、まあ、出血がっていうんじゃなくて、少しこうやって、まあ、炎症のなんか、はい、細胞が出てるんですよね。はい、幸いは懸命だと、はい、なんかこう異常なバイ菌とか寄生虫とか、そういうのは幸いですないですよね。はい、まあ、熱もないですし、はい、ウイルスの感染とかそういうものじゃないかなと思って、はい、ただ、まあ、下痢がひどい状態だったんで、はい、腸の粘膜が傷んでしまって、それでちょっと出血とか粘液が混じってしまっているという状況なんですよね。3日ぐらいかけて食事の量を元に戻すぐらいでやってみてください。はい、はい、まだ全身の疲れっていうのも影響してますから、少しゆっくり休ませるってことと、はい、じゃあお薬ご用意しますから待ち合わせお待ちくださいね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、バンバンだ。シロン、シロンがおしっちゃん笑ってるからです。でも血便だ、血が出てた。うそ、どう分かんない。一応薬を、病気ではなかった、うん、チロン、チロン、チロン、よかったね、チロン。はい、じゃあシロンのためにボールを買って帰ります。はい、もうね、夜遅くなっちゃったからね。うん、明日の朝お風呂入ろうかなと思って。そうだね、うん、10時半じゃもう。そうだね。じゃあね、じゃあね、皆様おやすみなさーい。おやすみなさい。朝見た人びっくりだよね。確かに。今から寝るのみたい。チロン、お顔は、チロン、チロン、お顔は、よかったね、大したことなくて早く治るといいね。お腹痛いのね。